ベニートラマンはベルギーオーストフランデレン州ヘント出身のプロサッカー選手。ベルギーファーストディビジョン A の RSC アンデルレヒトに所属している。ポジションは FW。メディアによってはベニートラマンと表記されることもある。2002年にカーヘントのユースアカデミーに入団。2011から12シーズンにトップチームに昇格し、2012年2月の SV ズルテワレヘム戦でプロデビュー。以降はローン一席を繰り返すシーズンを送り、2016年7月27日にスタンダールリエージュに5年契約で完全一席。2017年7月31日、ドイツ2部リーグのフォルトゥナデュッセルドルフにローン一席で加入。加入後チームを牽引する活躍を見せ、2018年3月20日に、 完全移籍が決まり、2022年までの契約を締結。2017から18シーズンは28試合10得点を記録し、2部リーグ優勝に貢献。2012から13シーズン以来の1部リーグ復帰を果たした。2018から19シーズンはシーズン終盤に調子を上げ、30試合で10ゴールを記録。この活躍でアイントラハとフランクフルトや、 シャルケレイヨ4などがラマンの獲得に興味を示すようになる。2019年7月5日、シャルケがラマンの争奪戦に勝利し、2024年までの契約を締結した。2021年7月15日、RSC ・アンデルレヒトと3年契約を締結した。2009年から2016年までにかけて、各ユース世代のベルギー代表に招集された。ありがとうございます。